時間は南九州より鹿児島からやってまいりました。鹿児島の PR タイムとさせていただきたいと思います。鹿児島からやってきたのは、鹿児島の観光 PR キャラクターグリブーと、そして、鹿児島の県民ヒーロー薩摩剣士隼人とともに私たちやってまいりました。ショースタートの前にまずはですね、皆さんと元気なご挨拶をしたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。せーのでこんにちはでまいります。せーの、こんにちは。はい、ありがとうございます。さあ、新幹線開通しました。岡山から鹿児島までなんと3時間で行けるようになったんですね。もう岡山と鹿児島、そんな短い時間でつながりました。鹿児島に行ったことある方いらっしゃいますか？あ、意外とたくさんいて嬉しいです。ありがとうございます。逆に鹿児島にまだ行ったことのない方、あ、こちらもたくさんいらっしゃいますね。鹿児島ですね、美味しい食べ物もたくさんありますし、温泉もなんとそこら辺に天然温泉が390円で入り放題です。そしてね、景色もとっても綺麗なところがいっぱいあります。ぜひ春の鹿児島訪れていただきたいなと思うんですが、鹿児島ではですね、今この県民ヒーローの薩摩剣士隼人が、皆様に支持をいただいてまして、大人気となっております。ショーの時も、鹿児島でもですね、薩摩剣士隼人のショーたくさんやってるんですが、ショーの時に皆様にお願いをしていることがあります。決まれーと元気な応援をね、皆様に送ってもらってるんですが、岡山の皆さんも元気よく決まれーと応援してくださいますでしょうか。応援してくださる方、はーい、ありがとうございます。じゃあね、一回練習してもいいですか。それではいきます。せーの、決まれー。もっともっと、せーの、決まれー。もう一回いきます。せーの、決まれー。はい、 OK です。はい、とっても大きかった。ありがとうございます。本番もね、その大きな声で決まれーと応援ぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではいよいよ薩摩剣士隼人登場いたします。隼人に届くように大きな声で隼人と呼んでいただきたいです。練習はしません。一発本番で参りますので、皆様大きく息を吸ってください。せーの、ハヤト。会場のみんな、こんにちは。僕グリブ、今日は鹿児島を PR するためにやってきたんだ。みんなよろしくね。待て待て、この声は。現場降臨、やっせんど。どけどけグリブ、せっかくの晴れ舞台、そなたにばかりいい格好をさせてなるものか。会場に集いし者どもよ、鹿児島の魅力は置いといて、ダンディーで雅な我の魅力を存分に知るがよいぞ。あ、ヤッセンボー。みんな、ヤッセンボーっていうのは鹿児島弁で弱虫とか腰抜けとかダメなやつって意味なんだね、ヤッセンボー。黙れグリム、せっかく新たな場所で我のファンを増やそうと思ったのに、余計なことをばらしおって。僕は鹿児島の言葉をみんなに知ってほしかっただけだよ。黙れ黙れ、鹿児島の PR ならば他に言うことがあるじゃろ。焼酎、黒豚、薩摩揚げなど美味しいものや天然温泉がいっぱい、桜島や霧島をはじめとした自然豊かな美しい景色、西郷どんや篤姫の歴史の香り、世界遺産の屋久島に島唄や伝統料理の甘み、種子島からは宇宙ロケットも飛ぶぞ。どうじゃ会場の者どもよ、鹿児島に行ってみたいであろう。じゃがそなたらを鹿児島へは行かせません。そなたらが鹿児島に行きたくなったところを我が邪魔してくれるのじゃ。どうじゃ悔しかろう。こー
ンコ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 ン、そなたらにくれてやるのはこれじゃ、やっせんぼうシール。やっせんぼう、すなわち弱虫腰抜けダメなやつのレッテルを貼られ、皆の笑い者となり下がるがよい。ほれわいもやっせん、わいもやっせん、ひといもひといもみなやっせん。標準語で言うと、お前もダメ、お前もダメ、どいつもこいつもみんなダメ。コーンコ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 ン、コーンコ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 ン。うわー、こうなったら鹿児島の県民ヒーロー薩摩賢治隼人を呼ぶしかない。みんなも一緒に呼んで、せーのって合図で隼人って呼ぶんだ。それじゃあ行くよ、せーの、はやとー。この音は山が燃え、鳥が舞い、雲は流れ、波はしぶく。寄ったか、剣を心に歩む道、たぎる薩摩の風が吹く、薩摩剣士隼人。薩摩剣士隼人、まだでするなら容赦はせん。行くぞ、剣は結構と。無人剣十字丸、皆さん応援お願いします。せーの、決まれー、どんどんどん、せーの、決まれー、どんどん行きます、せーの、決まれー。そのような刃も水晶なるような妙な刀で我に勝てると思っておるのか。一億万年早いわ。刃がついちょれば相手が怪我をすっとが、一魂を剣に込め、互いの本気の思いをぶつけ合う、恋が老いの剣じゃ。一魂、すなわち魂を込めた剣というわけか。ねえ、なんと忌々しいやつ。我が必殺の一撃をもって今すぐ終わりにしてくれるわ。キャー、それでは早終わらせっせ。一色のんけいこか、焼酎に合う円まか薩摩料理を出す店を最近またつけたとこにちゃったで。黒豚、君など手あげ。おのれチョコ財な、鹿児島のうまいものならば郷土のスイーツを忘れてはならんぞ。黒砂糖をたっぷり効かせた甘い下炭派、上品な甘さのカルカン、練乳をたっぷりかけたかき氷にフルーツをトッピングした白クマ、とどめじゃ、剣も結構と。無人剣十字丸。さあもう一回いきますよ、せーの、決まれー、もっともっと、せーの、決まれー、よかったよ、せーの。うわー、えい、悪なる上は一旦出直しじゃ。今日もよか立ち会いじゃった、おやっとさ。なにが、おやっとさじゃ。会場の者どもが意味がわからずキョトーンとしておるわ。よいか、そなたら、おやっとさとは標準語で言うところのお疲れ様という意味の挨拶の言葉なのじゃ。隼人、我がそなたの鹿児島弁をわざわざ解説してやったのじゃ。感謝いたせよ。ありがとう下げます。ほれ、また鹿児島弁、ありがとう下げますわ。
ありがとうございます。じゃあなんで我がいちいち通訳してやらねばならんのじゃ。すんもはん。すんもはんはすみません。ねえいもう、そなたとはやっておれぬわ。薩摩剣士隼人、覚えておれよ。今一度現場降臨やっせんぼう。我こそは狐一族の守護神やっせんぼうなるぞ。ん、これそなたら、神たる我がそなたらごときのためにわざわざ二度も降臨してやったというのに、その態度は何じゃ。拍手が足りぬわ、拍手が。特別に今一度チャンスをやろう。やり直しじゃ、テイク2。現場降臨やっせんぼう。さっきよりはマシになったかの。じゃがそなたら、あの薩摩剣士隼人めが登場しよった時の方が嬉しそうにしておったぞ。これはどうしたことじゃ。それにつけても薩摩剣士隼人、なんとも手ごわいやつよ。なんなんじゃあのパワーは。あやつが最も得意とするのは鹿児島に伝わる剣術資源流。その技もさることながら、強さの秘密はそれだけではないはず。あやつの恐るべきパワーの秘密は何なのじゃ。それを探り出さねば。よし、今度隼人が現れたらあやつに悟られぬよう、こっそりと戦闘パターンを分析してあのパワーの秘密を探るとしよう。このことは決して隼人に知られてはならぬ。そう、隼人にだけはあっての。隼人、なんじゃいきなり出てきおって。我は今考え事の最中じゃ。おいのパワーの秘密っちゃ、そいは何地点ダイヤメ赤焼酎と薩摩料理よ。なんじゃと。ダイヤメとは鹿児島弁で言う一日の疲れをねぎらい、明日への活力を養うために焼酎を飲む晩酌のこと。バカめ、自ら秘密をバラすとは。いただきます。うまか。ごちそうさま。あの焼酎がパワーの源か。あれをなんとか奪い取れば。やっせんぼうどん、おまんさーも飲みやんせ。なんと我にもくれるとな。まさか自ら差し出すとは。いただきます。うまい。よし、これで我の体にもダイヤメパワーがみなぎったはず。勝負じゃ、隼人。おう、よかど。無人剣十字丸山かもえ。さあ皆さん行きますよ。せーの、ピーン。相変わらずまっすぐな剣よ。いざ我が剣を受けてみよう。おう、と見せかけてキックじゃ。ガーンカ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 ン。バカめ、まんまと引っかかりよって。これぞ剣魔ことだま三歩。フェイントか、調子もだ。我としたことが、そなたごときを相手に少々汗をかいてしもうたようじゃ。かくなる上はこのまま一気に決着をつけ、鹿児島に帰って温泉でさっぱりいたすとするか。
何しろ鹿児島では町中の至る所に天然温泉があり390円で入れるのじゃからな。とどめじゃ天馬月光と無人剣十字丸。はやと僕も加勢するぞ。やっせんぼうどん、今日もよか立ち会いじゃった。おやっとさ。おのれ、薩摩剣士隼人、グリム、覚えておれよ。待ってやっせんぼう、せっかく来たんだから、一緒に鹿児島を PR していこうよ。うん、まあ、今日のところは特別に力を貸してやるとしよう。心の剣に刃なし、道は交わり輪を結ぶ、たぎる薩摩の風よ吹け、ああ我らの薩摩剣士ハヤト。はい、薩摩剣士ハヤト、そしてグリムのプロモーションいかがでしたでしょうか。面白かった方、ああよかったです、ありがとうございます。やところでですね、皆さんに質問です。薩摩剣士隼人をもともと知っていた方どのぐらいいらっしゃいますか。あ、思ったよりたくさんいます。 ありがとうございます。初めて見た方、あ、もうたくさんいらっしゃいますよね。薩摩剣士隼人はですね、鹿児島で番組を放送しているんですが、なんとYouTube でも上げています。インターネットでも今まで放送した番組見ることができますので、ぜひ気になられた方、今日見た方はですね、インターネットでも見ていただけると嬉しいです。今日はチラシを持ってきています。薩摩剣士隼人に登場するキャラクターの紹介などが載っているこちらのチラシを持ってきましたので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ところでですね、鹿児島の観光 PR キャラクターのグリブーですが、グリブー、なんでグリブーというかというと、鹿児島ね、緑いっぱいの街です。そして、緑がいっぱいなのでグリーンの、そして黒豚が有名なので豚ということでグリブーなんですね。グリブーのこともぜひ覚えてください。よろしくお願いします。さあ、今からね、このグリブーがとっても可愛いグリブーダンスを皆さんに披露したいと思いますが、グリブーダンスをお手伝いしてくれるもう一人キャラクターがいます。お茶村井くん、お茶村井くん出てきてください。はい、お茶村井くん登場しました、拍手。お茶村井くんもですね、同じく鹿児島県の南九州市というところのキャラクターなんですね。一緒に加勢してくれるということでよろしくお願いします。今から踊るグリブーダンス、ぜひ皆さんも大きな手拍子で応援してもらいたいんですが、この歌詞もよく聴いていてもらいたいで